はい、もごと申します。まあちょっと今ね、深夜のもう5時ぐらいなんですけどもね、やっぱこの時間になると結構いろいろ思い出にふけるじゃないけど、ちょっとその過去のこととか、例えばニコニコ動画今どうなってんねやろとかさ、そういうちょっと自分の振り返りみたいなのをしたくなる時間が訪れるんですけどもね、まあちょっと今そういう気分になったんで動画を回しております。あのニコニコ超会議がまあちょっとそのウイルスの影響で中止になって、まあ僕その出演の予定はなかったんですけど、まあ普通にそのまま一その視聴者というかユーザーとしてちょっと楽しみなイベントで、普通ネットとかでいつも見るからさ、生配信を、それがちょっとなくなっちゃったのは、あでもそうか、ネットではやるのかな、ネットではやるそうなんですけども、まあそのなんか今年も超会議にどんどん人が来たんかなっていうのをさ、毎年楽しみにしてたから、ちょっと今回そういうのもね、ないようで残念。さあ、そんなね、ニコニコ動画の現状というか、そのランキング、まあ、昔で言う将棋盤って言われてるランキングがあんねんけど、それを久々に見てみると、ちょ、あることに気づいてしまったんで、ちょ、それをね、皆さんにちょっと共有しておこうかなと。はい。もうこれニコニコ動画の今のランキングなんですけども、これ、いわゆるランキング各カテゴリーの1位っていうのが、このパッと見の画面だとどうだと思います？普通この画面の上にあるのが1位やと思うやんか。これね、ここなんですよ。ここの欄がまず1位、こっから1位始まって2、3、4、5、6みたいな感じで並んでて、なんか昔って各カテゴリー、そのもうトップから 20位ぐらいまでがバーン出て、それ以外のやつはもうその詳細を開くって押さないと開けないようになってたのが、まあ、今なんかもうこうやってもう一気に100位までがっつり開けるようになってて、ちょっとサムネイル的になんか怪しいのもあるんで、ちょっと飛ばし飛ばしになってしまって申し訳ないですけども、なんかランキング1位が上に来てないんですよね。これよく見たらさ、この広告募集中みたいな項目出てて、だからこの広告っていうニコニコのその動画に対してなんかその課金できるみたいなシステムがあんねんけど、ポイントを、それのやっぱ上位のやつがその再生回数とかマイリスト数とかそういうの差し置いて1位になってるっていう、1位とかその道の出す方に行くようなシステムになってんねんなっていう。これとかも多分なんかよく見てないけど、こんなことないの、なんか VTuber かなんかのあれかもしれんけど、切り抜きか分からんけど、これとかもなんかよう分からんね。でこの辺は広告がもうその貼ってないけど、でもテナント募集中みたいなさ、ビルの部屋1個空いてるから借りてみたいな感じになっちゃってんねんけど、これやったらなんかランキング1位の動画上にポン載せてあげてあげればいいのにって思っちゃうんですけどね。このシステムなってからな、俺なんか伸びなくなったんや。単純に今 YouTube 移行したタイミングもあったんかな。あんまり広告システム俺好きじゃなかったんな。広告つかんかったから、どっちかというと俺の動画は。たまに歌ってみるとかには、その、金枠って言って1万ポイント以上乗っかると金枠になんねんけど、枠が金色になんねんけど、目立つねんようになんねんけど、歌ってみる動画ではなんか熱狂的な人がポン置いてくれたけど、毎回出すような実況動画って、もう、基本広告つかない。ついたとしてもまあ、100ポイント、200ポイントとかで。そう、しかもさ、その広告のポイントが、ちゃんとランキングで結構影響すんのよ。100ポイントで30点。なんやろ ?100 ポイント30点、3点か。100ポイントが3点。それの3倍やったかな。マイリストが1個に対して15ポイント。再生数が1再生につき1ポイントみたいな。なんかで、100ポイントで3点の広告のそのポイントがつくから、まあ、今のシステム知らんけどね。その、だから要は広告市場主義っていうシステムからまた変わってないんだなっていうのをちょっと実感しました。で、上がってる動画がなんかアニメ、なんか VTuber の切り抜き系が結構多いね。それはすごい感じた。今の時間帯ってまたマシだけど、たまにほんまにもうトップ全部もう VTuber の切り抜きが占めてるみたいな。ニコ動やと VTuber 人気やねんな。これね、ちょっと素直に、すごいというか、その今さ、俺 YouTube でさ動画上げてももう一つなんか上げてんねんけど、もう再生数的にはその YouTube の本当にもう10分の1以下になってて、まあそれはもちろんまあしゃあないというか、別にニコ動画今伸びたいって思ってるわけじゃないけど、まあやっぱもうメインが YouTube になってるし、ニコ動で僕のこと知ってる人もほとんどもやっぱおらんくなっちゃってるっていうのはあるんだけど、あのこのオムライス作りの動画ちょっと伸びたんですよ。これなんでかっていうと、なんかね、スマホアプリのトップページちょっと載ってて、俺の、ちゃんのなんかこれ、実況者がオムライス作りしてたとみたいな感じで、特集でなんか載ってて、それで、ちょっと1万再生ぐらいいってんねんけど、もう基本的にやっぱ YouTube よりも全然伸びないっていう状況の中で、そ
その YouTube でもちゃんと伸びてて、そのね、切り抜きもニコ動でバーン伸びるみたいなさ、 VTuber ってちょっとやっぱその層が強いよな。もう切り抜きやろ、この1分とか30秒とかの動画全部。あとやっぱその実況者の人がニコ動で上げたり、ニコ動オンリーででも上げてる人っておんのかな今。だいたい YouTube で、このマナシーさんのさやつとかも今日 YouTube 上がってるの見たもん。でもニコ動にちゃんと同時投稿で上がってんねんな。もう全部 YouTube で見ちゃってるわこの辺のは。うん、あ、なんかちょっとエッチなのが踊ってみただのなんだの。いやだから VTuber の切り抜き目立つな。んでこのやっぱ広告システムな、これでもうバコンってもう金払えば上に乗っちゃうんやな、これ。これしかもあれっすよね、多分この例えば200ポイント200万ポイントって乗ってるけど、これ200万も多分いらんねん。現金で言ったらなんかニコ動ってそのチケットみたいなのがもらえるんですよ。その1000ポイントぐらい課金したら、1000ポイント課金するごとにチケット、ゴールドチケットみたいな500ポイントのそのポイント、なんかその動画の広告限定で使えるチケットみたいなのがどんどんその使うたびに出てくるから、意外とその100万200万ポイントの広告って実際お金にしたらそんなかかってないはず。俺もなんかクリエイター奨励プログラムでニコニコポイントに変換してさ、自分の動画に広告売ってた、売ったりもしたことあったけど、広告売ってば売つほどそのチケットが手に入ってどんどん広告量が増えていくみたいな感じで、だからランキング乗っけるのが簡単やねんな。 YouTube ってやっぱその急上昇ランキングみたいなんで、なんやろ、やっぱそのある程度 YouTube のシステム、まあこれもいろいろなんかね、あるけどね、その諸説がね。そのニコ動はまだちょっとその広告のポイントでね、ランキング乗るみたいな風潮があるみたいですね。うん、まあでもやっぱでもニコ動のコメントのね、やっぱ空気とかはね、やっぱ自分で見てて好きやし、ちょこれなんかもちょっと再生してみるけど、ちょっと今日ほんとダラダラニコ動について喋る動画になると思うわ。これ僕が昨日おとついかなんかに上げて、まあちょっと伸びてる動画ですけど、あの料理動画これね。ほらコメント、この普通にね、この感じはやっぱニコ動ならではやからさ、ご冥福お祈りしてます。なんかもう死んだことになってるわ。ほらニコニコトップからトップに乗ってったっぽい一時期。うん、何々ね、ちょっとなんかすごいこと書かれてる。ちょっと待って、ランキング入ったんや。 YouTube の独特の雰囲気が嫌いだ。独特でもなくない、もはや。もうなんか独特というか、もう本当にポピュラーというか、多分ドバンゴランキングに参加させてもらうあなたって一定のノルマみたいなのが課せられてると。このやつけ仕事かそんなことないんすけどね。なんかいろいろ書かれてるわ。うん、ほら、でも開始20秒ぐらい経ったら一気に静かになった。コメントがもうこの辺全然ついてへん、全然ついてへん。この辺コメント件数1000件いってるわ、今回の料理動画は。たまにニコ動に転載したろ。はい、まあね、そのいろいろあるけど、まあでもさ、俺でもニコ動すごいと思うのが、やっぱね、それこそすごいタイムリーな話だけど、あのミルダムっていう中国のでっかいその、ね、企業が運営してる動画配信サイトがあって、ゲーム実況配信サイトがあって、そこでサイゲーム付けのシャドーバーとかプリコネとかそっち系のゲームが許諾取ってなかったっつって、もうミルダムで配信すんなみたいなんで言われて、そのミルダムでそういうのメインでやってる人がもう阿鼻叫喚してるみたいな、ちょっと今そういうあの炎上騒動みたいなのがちょっと起きてって、あ、やっぱそのね、配信のプラットフォームによってもやっぱ許諾とかあるし、ね、なんかやっぱそういう大人の事情ってやっぱあるんやなって考えたら、やっぱニコ動って最強だと思いますよ。ニコ動基本何しても何も言われへんもんで、やっぱニコ動自体が、ドバンゴ自体がそれやっぱ企業さんとつながりが強いっていうかね。それこそもともとシャドーバースなんかを始めた理由も SDK っていう、そのアプリ内、そのゲームのアプリ内から直接ニコニコ生放送できますよっていう機能、それの案件、それの宣伝、そういう機能がありますよっていう宣伝の一環で、たまたま僕はシャドーバースやってただけで、シャドーバースにそういう機能があったんですよ。今あるか知らんけど、それで始めたので、もうだから企業さんとゲーム
実況っていうカテゴリーとさ、ニコニコ動画ってもうズブズブっていうか、すごいやっぱいい関係築いてて、やっぱその、やっぱ強いですよ。そういう去年の年末なんかも加藤純一さんと一緒にそのプロ野球選手とバッティングセンターでやるとかっていう、あの案件も多分ドワンゴさんがね、そのプロ野球選手とやっぱコネクションもあったりしてみたいなのがあると思うし、ちょっと待って、もう俺の対談乗ってるやんけ、ここに対談乗ってる、対談がニコニコのこのなんか広告のところに載ってました今。はい、ちょいちょいモコが出てくるみたいな。え、ちょっと待って、この記事、おー、はい、なんかこういうのありますけど、だからなんやかんややっぱね、そういうミルデムの延長とか考えるとさ、ニコ動無敵やなって。ただちょっとやっぱ人減りすぎやし、なんかやっぱね、俺もね、やっぱ生配信はたまにニコ生でやるけど、ほんとやっぱ作業をやるぐらいで、やっぱね、やっぱ YouTube でっていうふうにやっちゃってますけどね。まあ今それを言ってもしゃあないけど、まあなんかちょっとでもこの広告でランキング変えるシステムはな、やっぱこれで変えてほしいわ。ちょっと嫌やもん、なんか金で変えちゃうでしょ。まあでもどうなんやろ、今ずっとそれでやってるってことはなんだかんだ話題性の高い動画がちゃんと広告とか含めてランキングに上に来るようになってるんですかね。ちょっとね、ニコ動でバリバリやってた時期に、その時まだこんなんじゃなかったからね、まだその再生数とマイリスト数でのし上がれた時代やったけど、今これ広告入れたら上と思うもんな。これはちょっときついなと思いましたね。はい、まあだらだらね、ニコ動について喋ってきましたけども、まあ、たまにはね、こうやってニコ動を、まあ、見返したり、まあ、今実際ユーザーとしてもね、使ったりはしてるんですけど、はい。まあ、ね、ちょっと言いたいことをまとまらないままね、ちょっと動画で喋ったんですけども、もちろんこれを言いに来ただけじゃないです。宣伝なんですけどね。これ、案件とかじゃなくて、自主的に僕が、ちょっとみんなに見てほしいから、宣伝すんねんけど、来たるですね、3月の29かな、29から30かな、じゃあちょっと待って、ツイッターで、ちょっと待ってくださいね、僕の自分のツイッターで、改めて調べますけれども、来たるですね、27日ですか、3月27から、最長、まあ、2日、3日ぐらいかけて、去年の9月にやったドラゴンクエスト3の、死んだら即終了縛り、これまたリベンジでやります。前回ゾーマまで行ったけど、結局負けちゃって、クリアできなかった。36時間かけて、6人でかけてやったんですけども、それのリベンジが、このまた3月の27日の、夜20時より、金曜日ですね。皆さんが仕事終わりとか、学校怖いとかにね、見てもらえたらと思っております。これ参加しますんで。で、今回僕結構特に気合が入ってるので、ぜひちょっと皆さん見てほしいなと思って。はい。で、今回僕が勇者を操作するので、ちょっと主役的な立ち位置なので、ちょっと気合を入れて頑張ろうなと思ってますんで、ぜひ皆さん見てください。はい。ちゅう感じです。これニコニコ生放送です。はい。以上。